へえ、なるほど、なるほど。素晴らしいですね。では、すごいですね。59歳なんですね。山寺さんが59歳、岡田ロビン翔子さんが28歳ということでご結婚されてるんですが、岡田ロビンさんがどういう方かちょっと存じませんが、28歳と59歳の結婚ってすごいですね。なんでかっていうとね、これね、一般的に経済学的に言うと、ある経済学者の推計とかを見ると、年齢差がある結婚ってすごく難しいんですよ。どれぐらいむずいかっていうと、大体男性と女性の年齢差がある程度あるとしたら、例えば男性が年上、女性が年下としましょう。そうすると、大体結婚するために追加で必要な経済的な費用っていうのがどれぐらいかっていうと、年齢差かける100万円分をですね、いわゆるこう、平均収入に上乗せしたぐらいの、まあ魅力、経済力、そういったものがないとダメなんですよ。お金だけではなくて、その魅力がそれぐらいプラスされてないとダメなんですよ。つまりどういうことかっていうと、山寺さんと、岡田さんが結婚するためには、単純な年齢差で考えると、31歳差がありますよね。ってことは、一般的に考えると山寺宏一さんが59歳なんで、59歳の方の平均収入にプラスして31かける100万円、つまり3100万円ぐらい、年収がお納されてないと多分結婚生活が成立しないと。てか、そもそも結婚が成立しないぐらいの年の差が、離れてるんですよ。だからそういう意味で言うと、多分相当山寺さんに、その3000万円以上の年収のお納を持って、して余り合える魅力があるか、実はめちゃくちゃ山寺さんが儲かってるかどっちかかなというふうに思います。もちろんお金が全てじゃないですが、経済学者ってこうやってお金を、いわゆるこう自分の、研究を対象してお金をこう魅力とか他のそれ以外の幸せとかと、にですね、換算してね、例えば要するにその離婚っていくらぐらい年収が下がったくらいのダメージなのみたいなのを計算するんですけど、まあ、そういった計算の仕方で考えるので、まあ、単純計算とはいかないんですが、単純計算で言うと、多分山寺さんには、59歳の人の平均収入にプラスして3100万円以上の魅力または経済力あるってことですね。素晴らしいことだと思いますよ。はい。そういう年のちょうど降りてきた、これピコっていうね、うちの、最後にうちに来たというか、まだこれから来るかもしれませんけど、にゃんこはいるんですけども、この子何がすごいかっていうと、この子捨て猫なんですよ、もともと。みんなうち捨て猫なんですけど、で、この子、3ヶ月、生後3ヶ月ぐらいの子猫の時に、引き取られたんですよ。他のうちに、うちじゃないところに。で、引き取られたんだけど、その引き取られた先で、どうやら問題が、あったようで、一回ね、戻ってきてるんですよ、保護施設に。で、心配だと思うんですよ。やっと住む場所が見つかったってなって、多分2、3ヶ月ぐらいその家にいて、半年ぐらいでこの子、保護施設に戻ってきちゃったんですよ。で、外に出て戻ってきてるから、変な病気を持ってるといけないんで、隔離されていたんですよ。で、この子どうしたかっていうと、隔離ケージの中に入ってたんですよ、一匹でね。で、僕はその前を通ったら、この子、この手。この手です。この、ちょっと、ビコ、ビコ、この手、この手。はい。で、この手で、僕の袖を、ここの袖を、ピッて掴んできたんですよ。両手でパシッて。ケージから一生懸命手を伸ばして。で、それで、僕の袖を掴んだことによって、あ、じゃあうち来るって言ってこの子が来たんですよ。もう言いたいことわかりますよね。今日はですね、この放送では、おなじみのぬこ様、みこ様の、出身地っていうんですか、出身なんていうんですか、なんでしょうね。出身キャットシェルターの、東京キャットガイドさんにお邪魔します。久しぶりって言ってます。ちなみに猫って、そうで、今日はちょっとこの、リンクも出てるんですけど、本をまたね、今度は今回東京キャットガーディアンさん監修ですね。執筆は富田園子さんと、あ、ライターの方がなるほどなるほ企ど。あ画もやっていただいて、れ、前本も出されてましたよね、猫を。猫を助ける仕猫事助けといるうのすごいタイトルの仕事 もう出してますけど、今回はハウツー本で、見ますと拾っちゃったりもらったりする方がとても多い猫なんですけども、拾い方の本がないよねっていうこ確かとで、に。どうやって助けるのかとか、助けてからどうしたらいいのかとか、里親募集の仕方とか、大きい確か猫をに。捕まえるときにはどうやったらいいとか、そういう本です。すごい。これでも普通に野良猫じゃない人も使えますよ。だって見て、ほら、ちっちゃいとき、誕生から0週目とか、1週間とか2週間の場合はこれに気をつけましょうとか、3ヶ月とかね。うちのミコさんもいた、もらった時は3ヶ月でしたけど、どうすればいいかとか、遊びが活発になるとか、爪が出し入れできるようになるとか、結構細かく書いてあって、猫を育てたいという人は絶対これ、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。